外国人との共生社会を実現するためには、外国人材の適正かつ円滑な受け入れを促進するとともに、その受け入れ環境を整備することが重要です。本日の会議においては、特定技能2号について、深刻化する人手不足への対応として、対象分野を2分野から11分野に拡大することとしました。また、外国人材の受け入れ強制のための取り組みを、より強力にかつ包括的に推進していくため、外国人材の受け入れ強制のための総合的対応策を改定することとしました。特に技能実習制度及び特定技能制度については、我が国の深刻な人手不足を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国となるよう、外国人の人権に配慮しつつ、国内の受け入れ側や本国の送り出し機関等に関して指摘されている諸課題を解決し、国際的にも理解が得られるものとすることが重要です。このため現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とした新たな制度を創設するとともに、特定技能制度の適正化を図ります。各大臣におかれては両制度の見直しに向けた検討を進めるとともに、引き続き法務省の司令塔的機能の下で関係府省の連携を強化し、外国人の受け入れ環境のさらなる整備に取り組んでください。以上です。